どうもこんにちは、ミカスです。2018年もいよいよね、12月に入りまして、今日は雑談なんですけど、そろそろね、今年の買ってよかったものランキングも今ピックアップしてるところなんですけど、まあ今年はね、もう1位は絶対的にあれなんですけど、まあまあその辺はね、ちょっと楽しみにしていただければと思うんですけど、去年の暮れにアルファード買って、車中泊専用のね車を買って、車中泊仕様にこう改造して、で今年の2月ぐらいに北海道一周してきたわけなんですけど、まあその後に伊豆行ったりだとか、いろいろちょっと腰を酷使して腰を悪くしたっていうのがあって、一切ね、バイクとか乗れなかったわけなんですよ。で、去年もちょっとその撮影しながらバイク乗るっていうのがなんかしんどいなと思うところもあって、バイク動画をもうピタッとね、ピタッと出してなかったんですけど、結構バイク動画上げてくれっていう声もいただきまして、まあありがたい話なんですけど、1月来月からちょっと復活しようかなと思ってます。まあね、ちょっとここにね、こういうのも見えたりしてるんですけど、いろいろ環境もちょっと新しくしながら、カメラもちょっと変えてみたりしながらやっていこうかなと。長距離のツーリングとか冬グッズとか、あとは長距離にも絡むんですけど、ラーツだったりキャンプツーリングだったりね、ちょっとまたね、いろいろ今やりたいなと思うのが結構いっぱいあるんで、2019年はちょっとバイク増やしていこうかなと。でそこにこう車中泊挟みながらみたいな、もちろん商品紹介もなんか面白いのあったらね、紹介していこうと思うんですけど、今年は何しろね、商品紹介ね、いろいろね、後ろのホームシアターとかもそうなんですけど、いろいろ揃えて商品紹介がかなり多くなってしまった年だったっていうのもあるんで、来年はもうちょっとね、このアクティブにね、やっていこうかなと思ってます。この間ね、あとね、テレビ出たんですよ。テレビの撮影してきたんですよ。いつ放送になるかとか全く分かんないんですけど、ちょっと内容がね、自分自身がね、なんかちょっといまいちだったんですけど、あんま自分は見たくないんですけど、自分以外の人がね、すごい面白そうな人がいて、ちょっとファンになっちゃったんですけど、まあまあそういうこともありつつ、まあ2018年がもうすぐ終わりますねという感じですかね。でね、年内にね、ちょっと一発車中泊で行きたいところがあるんで、まあうまく編集が進めば、ちょっと忙しいんで進みがなかなかね遅かったりしてるんですけど、一発ね、ちょっとね、車中泊というかキャンプになるかもな。まあそんな感じで進めていこうかなと思ってます。たまにはちょっとこういうね、雑談っぽいのもいいかなと。まあつってもまだ12月始まったばっかりなんでね、出したい動画がいっぱいあるんですけど、編集は追いつかない。いろんな人がね、興味を持てるような動画を作っていけたらと思うんですけど、まあなんかあんまり話してるとね、話がまとまんなくなってくるんで、この辺で今日は雑談でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。